皆さん、こんにちは。10月18日金曜日、今週もですね、鹿児島市内産業道路沿いにあります奄美の里シャンドフレールからお届けします。先週はですね、宮崎とかですね、やっぱ福岡とかから遠くからでも来ましたよって、会えてよかったですって言ってくださるお客様がいて、本当に嬉しいですよね。見てますか、宮崎の方がご夫婦で来られて、で福岡の方はですね、娘さんと来ていただきました。いろいろお花をですね、見て選んで帰っていただきましたけど、本当にありがとうございます。で、今日はですね、何をしようかというと、久しぶりに寄せ植えを紹介していこうかなと思います。鹿児島はですね、まだちょっと暑いんですけど、今から秋冬物に植え替えがどんどん始まりますよね。で、パンジービオラとかですね、ガーデンシクラメンとか、秋冬物のお花が出始めてはいるんですけど、最低温度が20度を切ってですね、あと最高が25度を超えなくなってきたら植え込みもいいかなと思うのでですね、もう関東とか向こうの方はもうそろそろいいんじゃないかな。パンジーとかビオラとかも出始めてるしですね。で、鹿児島の方も市場の方にもですね、出てき始めてはいるんですよ。なんですけど、今日とかもですね、もう30度近く最高温度があるので、鹿児島はですね、もうちょっと一息秋のお花を楽しんでから秋冬物に植え込んだ方がおすすめなので、今日はですね、もうすぐハロウィンも来ますよね。ちょっと秋物のお花でハロウィンとかも楽しみつつですね、飾れる寄せ植えをご紹介していこうかと思います。はい、そしてですね、寄せ植えに入る前に、あらかじめちょっと植えてある寄せ植えも少しご紹介していこうかなと思います。こちらの方がですね、セロシアのホットトピック、この色変わりがとっても可愛いセロシアですよね。これもですね、霜が降りる頃まで楽しんで、結構ですね、系統半日陰でも長く持ってくれるので、こちらのホットトピック、色変わりの綺麗な品種ですね。それに私が使おうと思っているこちらの唐辛子も入ってますよね。で、このカレックスもですね、こんな風に踊るように入ってくれて、秋、霜が降りる頃までですね、パンジービオラのつなぎにとっても可愛く茂ってくれる寄せ植えだと思います。これがさっきのアクトシリーズとちょっと違って、ジュラサーモンって言ってですね、このサーモンカラーのお花が次々ちょっとゴージャスな背が高くなるタイプですね。これがとってもまた秋色で綺麗なのでですね、それに唐辛子のですね、ちょっと白い明るい斑入りの葉っぱ。これはだいぶ前に植え込んだやつなので、日日草の夏みかんちゃんもまだ綺麗に咲いてくれてますね。これも長く霜が降りる頃まで楽しんでくれます。あとですね、ちょっと秋冬物で、こちらの真珠の木とかですね、カルーナも入荷してたので、この辺とですね、秋の宿根アスターと、スマートルックですね、スマートルックのロマンチカ。このセロシアだけが一年草でですね、あとは毎年楽しめるタイプのですね、寒さにも強い寄せ植えなので、寒くなってセロシアがおかしくなったらここを植え替えてあげればですね、あとは毎年楽しめる宿根草と花木の寄せ植えになってますね。あと、こちらもですね、大人気のベロニカ。これもですね、すぐ売り切れてしまったんですけど、ベロニカのファーストシリーズですね、ピンクの可愛いのが。これも宿根で毎年ですね、これと、このピンクと白のお花って本当に似合いますよね。エルモフィラ。白い葉っぱのですね、こちらととてもぴったりで、あとカルーナのピンクとですね、あと、こちらがプレクトランスヘミジギアですね。これはちょっと霜には弱いので、ここの2つはですね、ちょっと霜よけしてあげた方がいいので、軒下、玄関とかで長く楽しめる寄せ植えですね。次にですね、もうこちらももうハロウィン感満載ブリキのカボチャ色。カボチャ色のブリキにですね、ジニアのプロフュージョンのオレンジに、こちらがですね、ブラックパール。植え込んでおくとですね、色が出てきますよね。これが真っ黒に色がついてくれるので、葉っぱも銅葉でですね、とっても綺麗ですよね。あとカレックスは、ここが渋色なので明るく見せるために色違いのキーフの方をですね、入れてみましたけど、カレックスとジニアと唐辛子。ハロウィン感満載ですよね。とっても可愛い寄せ植えです。あとこちらがですね、先ほどの寄せ植えの色違いバージョンですね。真珠の木に、宿根アスターに、あとですね、もう今からの時期寄せ植えに大活躍ですよね。カロセファルスのウィンジ。こちらがちょっとコンパクトタイプなですね、プラティーナって言ってですね、そっくりさんでもうちょっとこう暴れるタイプのリーフがですね、毎年出てますけど、これはちょっとコンパクトタイプの新しいタイプですね。カロセファルスのウィンジ。綺麗なシルバーリーフと寄せ植えになってますね。素敵なバスケットに入ってます。で、今日はですね、何を植えるかというと、こちらの方にちょっとあらかじめですね、苗を持ってきてみたんですけど、やっぱり秋といったらですね、まだまだセロシアが冬霜が降りる頃まで楽しめるので、で、こちらのセロシアのビューティーシリーズ、このタイプがですね、結構この穂が次々上がってくれて長く持ってくれるんですよ。寒くなるまでですね。なので今日はメイン、こちらのセロシアのビューティーシリーズを植えていこうかなと思います。次にもう一種類ですね、こちらのセロシアのアクトシリーズ。お花がですね、このフリフリがたくさん出て、一個のお花が存在感がとってもあってですね、ベージュピンクって言えばいいんですか、アンティークなタイプで
葉っぱも緑から赤紫にこう変わっていくですね。寒くなるともうちょっとこの赤が濃くなってきれてですね、アンティークタイプなので、こちらも1個入れてみようかなと思います。あとこちらがですね、秋といったらマムですね、ガーデンマムがとっても可愛いので、アラモードっていうこの中間のですね、なんて言えばいいんですか、ベージュなんかちょっと不思議色のがですね、入荷してたので、これもとっても可愛いので使ってみようかなと思います。で、ちょっとですね、はっきり色を入れたいので、こちらのマウナケア。アルテルナンテラのマウナケアですね。こちらがですね、もう寒くなるとともにこの赤みがとっても増してくるんですよ。で、この辺はですね、ちょっと霜雪は避けた方がいいんですけど、軒下とかなら全然大丈夫ですね。綺麗なアルテルナンテラのマウナケア。こちらをポイントに入れて、あとですね、もうハロウィンといったら唐辛子でしょ。黒葉に黄色とかオレンジのですね、ポップな実がついてくれるハロウィン唐辛子、ほら、とっても可愛いでしょ。このタイプをですね、入れようかなと思います。こちらがですね、ちょっと秋冬物も出始めをですね、少し入れてあげるのに、斑入りの金魚草ですね、ダンシングクイーン。この斑入りの葉っぱも楽しめて、この金魚草のですね、普通のよりちょっと小ぶりなお花が咲いてくれるんですよ。こちらの金魚草もとっても可愛いのでですね、斑入りの金魚草のダンシングクイーン。こちらもですね、多年草ですね、寒さにも強くて長く楽しめるですね、葉っぱも花もどちらも楽しめるという、ちょっと冬物も入れて、で、あともう一個ですね、こちらのコロキア。コロキアのコトネアスターですね。黒っぽい葉っぱにこうシルバーの茎にこうカクカクしたこの枝の感じがですね、とっても渋くていいですよね。こちらのリーフを入れて、あとですね、もう一個ポイントに、こちらのですね、カラーリーフのカレックス。こちらはアウバウムですね。茶系の葉っぱですね、アンティークカラーのカレックス。こちらも入れてですね、寄せ植えを作っていこうかと思います。これも宿根草で毎年で、これは多分ですね、株が割れるので、寄せ植えのポイントに何箇所かに分けて入れるのにとっても綺麗ですよね。この葉っぱの動きが出てくれると、寄せ植えもなんとなくですね、幅が出るので、このリーフまで足して寄せ植えを作っていこうかと思います。そして今日植え込む鉢はですね、こちらのちょっと渋々なスタンドカップ。私も大好きでついつい使っちゃいますけど、このタイプに植え込んでいこうかなと思います。今日ご紹介したお花が、リーフ合わせて8ポットなので、今日の鉢の直径が30センチ、約30センチですね。こんな感じで。はい。約30センチなので、8本。はい。そのぐらい入ると思います。で、あらかじめですね、もう、底の方に軽石を入れてますけど、底網を引いて、軽石を敷いて、あと、培養土はですね、いつものように、花ちゃん培養土。こちらと、アイリス大山さんのゴールデン流状培養土。こちらを使っていこうかと思います。で、これに、いつものオルトラン。こちらと、あと、元日のマイガーデンですね。これを混ぜて植え込んでいきます。まだまだ暑いのでですね、アブラムシとかですね、結構発生する可能性があるので、もうちょっとしっかり虫除け剤は入れた方がいいかと思います。あらかじめこちらに花ちゃん培養土入れてますので、ここにオルトランとマイガーデンですね。こちらを入れて混ぜ込みます。今日ですね、植え込むポットはどれもそんなに高さ変わらない。ロングポットがあるので、まあ、この辺が一番深いですかね。これがウォータースペース上に1センチぐらい残した感じで植え仕上がりになるといいので、これに合わせて土を入れていきますね。で、今日はラウンドに植えるので、前の方が低くて、この背の高いのをやや後ろ気味に、中央よりやや後ろ気味に植えて、脇の方にリーフを立てるので、真ん中よりも少し後ろ側にこの芯を入れていきます。中央をちょっと高くして、こう、ラウンドに植えるときが、真ん中少しこう、山形に盛り上がった方が、植え仕上がりが綺麗なんですね。なぜかですね、中央って少し沈んで見えるんですよ。なので、中央をちょっと高くしますね。ほら、私もマイネカ希望、これをですね、使っていこうかと思います。で、セロシアが折れた葉っぱとかですね、傷んだ葉っぱはちょっと取って、で、表面の、ちょっとゴミというか、これは少し落として、下葉の方ですね。蒸れてくるようなところの葉っぱはあらかじめ取ります。セロシアはあんまりですね、根っこを切らない方がいいので、ちょっと型を落としてですね、おかしいところを取って、ほぐす程度ですね。で、これで、中央よりやや後ろ気味にですね、このくらい芯をずらして植えますね。そして、後ろの脇の方から植えた方がいいので、次は金魚草いきます。金魚草も、中のちょっと、混み合ってる葉っぱだけ少し取って、肩を少し落として。金魚草もですね、あまり根っこを崩さない方がいいですね。セロシアと金魚草はちょっとしおれやすいですね。で、脇の方にちょっとふわんと。
行きましょうかね。で、高さはですね、後で微調整します。次、コロキアをですね、ちょっと後ろに入れていこうかと思うんですけど、コロキアもちょっとですね、ここ苔が生えたりしてるので、これを取っていこうかと思います。こんな感じで、ちょっと苔が生えてるので、この辺をちょっと取っていこうかと思います。こういうリーフとかですね、ニューサイランみたいな、こう、ちょっと入ると、やっぱ存在感が増すので、寄せ植えにはリーフもちょっと欠かせないですよね。で、次に、この、系統のアクト。こちらをですね、入れていこうかなと思います。でこちらも中の方のですね、ちょっと混み合ってる葉っぱは少し空いてあげた方が蒸れにくいので、でこれでちょっと入れていきますね。でこの系統もやっぱりほぐしすぎるとですね、しおれる可能性があるので、ちょっと周りだけですね、肩を落として、下の方だけ斜めに足して、少しだけほぐします。こんな感じですね。で、次に唐辛子。で、これも下葉のちょっとおかしいところを取って、表面の肩をちょっと落として、下の角もちょっと落とします。で、あと前の方にこのマムを入れようかなと思ってます。ガーデンマムもですね、年々ちょっと改良が進んでて、コンパクトにこの形を維持しつつ、わーっと一面にドーム状に咲いてくれるっていうですね、マムが今大人気でいろんな種類が出てるんですよね。やっぱり暑さにも寒さにも強くて、毎年咲いてくれて、なおかつパンジーとかビオラまでのつなぎにですね、頑張ってくれるマムはですね、ほんと今の時期に大活躍してくれますよね。花の時期も長いし、強健だし、カラーバリエーションももう今マーガレットみたいなマムもいっぱい出てるので、え、菊なの?って思うけど、菊って一概に言えない種類が今いっぱい出てるので、本当に可愛くてですね、重宝しますね。あ、カレックスを入れなきゃ。他の植物ばっかり先に入れて、カレックスをちょっと入れるの忘れちゃった。で、これもちょっと表面にですね、糊が生えてたりとかするので、ここは取っていきますね。草の種が落ちてたりとかですね、いろいろするので、ここはちょっと草も取って、表面がですね、苔が生えてたり、糊が生えてたりですね、いろいろするので、そういうのもちゃんと取ってですね、植えていきます。で、このカレックスがですね、株が結構分かれてるんですよ。こんな感じで株がちょっと分かれてるので、これをですね、綺麗に割っていきたいと思います。いくつも入ってるので、寄せ植えに入れるのにですね、株が分かれてるところを、ちょっと指を入れてですね、このぐらいだったら多分まだ割れるので、ほら、こんな感じ、よいしょ、こんな感じで割れますね。ポットとポットの隙間が空いてるので、そこにちょっと入れていきますね。ちょっと隙間の空いたところで正面から見て葉っぱの動きがですね、とっても綺麗に見えるところに。こんな感じでリーフがこう間に立ってくれるとですね、すごい存在感が増すので、はい、可愛くなるかと思います。で、正面にちょっと赤い葉っぱを入れていきますね。これもちょっと表面汚いところを取って、悪い葉っぱを取って、ちょっとポット入れるのに、沈みすぎるときは土をちょっと細くしてくださいね。こんな感じでリーフを仕上げて、こうバランスをとって、これで組み合わせはどうですか?いい感じ。これで間に土を入れていこうかと思います。間に入れるのはゴールデンリージョバイオードですね。間に入れる土もですね、花ちゃんバイオードでもいいんですよ。なんですけど、ちょっとこのゴールデンリージョバイオードがですね、サラサラ入ってくれるので、ちょっと土詰めとかが楽なのでですね、寄せ植えにはちょっとこっちを使ったりもするんですけど、覚えてますか?久しぶりですよね。土と土の間に隙間があるので、そこに土をですね、縦に落としていきますので、ちょっとちゃんと入ってるかなっていうのを補足で補助してあげますね。でこれで少ししっかり土が入っているかどうかを確認しながらですね、間に隙間ができないように土を入れていきます。やっぱりですね、根が、中が空洞でですね、そこが乾いてしまうと、急にしおれたりっていうのもあるので、空洞になっているところをつついて、根玉はあんまりついちゃダメですよ、皆さん。間がですね、隙間がないように
土を入れていきます。芽かき棒がですね、やっぱりこの細いところでは表面をちょっとおかしいところをこさいだりとか根をちょっとですねほぐしてあげたりっていうのに使えるのと、ここのですね間が膨らんでるんですよ。この握り心地が本当に手にフィットしてですねいいんですよ。で後ろの方でちょっとつつく細くをしてですね、なんて便利なんでしょう、一本で全部済んでしまうというですね。ちょっとなんか井上さんたちすごいかっこよく使って、私が使うとなんか泥だらけ泥だらけなような気がするんですけど、大丈夫です皆さん。これはですねステンレスだったよね。これはステンレスなのでですね、洗ってちゃんと置いとけば綺麗になります。ちょっと私が使うとなんかちょっとかっこよさが半減しちゃう気がするけどでもとっても便利です。はい、こんな感じで完成です。いかがですか。なんか秋らしくですね、ハロウィン感も楽しめつつ秋色のですね野生植えができたかなと思います。これで霜が降りる頃まで持つので、鹿児島とかだとですねビオラは11月の中旬以降ぐらいがいいんですよね。ただ関東関西方面だとそろそろ10月の後半からですね11月の初めぐらいでもすごいもういろんな種類が揃ってくるのでいいんじゃないかなと思います。ただこれもですね霜が降りる頃まで持つので、ちょっと玄関先に飾りつつパンジービオラとかもですね足しながらいろんな種類で楽しんでいってもらえたらなと思います。シャンドフルールではですね10月の26、27日の2日間ですね、ハロウィン&秋祭りっていうことでですね、ちょっとこの辺にですねお知らせのポスターが出るかと思うんですけど、小学校6年生までのお子様にはお菓子のプレゼント、あとですね今からの季節にぴったりなですね寄せ植えにぴったりな陶器鉢が大特価でご奉仕できますので、ぜひ楽しみにいらしていただけたらなと思います。あとですね土曜日26日土曜日は小麦の奴隷さん、パン屋さんが来てくれます。あとですねカーブソロソの講習会とかもあるので、ぜひ詳細はですねまたインスタとかでもご案内していきますので、ぜひ気になる方はお問い合わせいただけたらと思います。あとですね秋のオープンガーデンツアーが決定してます。12月の2、3、4の月火水ですね、2泊3日で大分別府の方に大型バスで行きますよ。で今度はですね1日目がやっぱり大分って言ったら温泉でしょ、別府のですね5つ星の宿、ちょっとですね高級温泉旅館に泊まりますよ。皆さん楽しみにお待ちくださいね。あともちろん個人亭も見て、現地のお花屋さん素敵なところを回ってですね、今回も美味しいものを食べてお花を見てお買い物もしてとっても楽しい旅になりますので、ぜひ気になる方はですねお問い合わせ、ご参加のお申し込みお待ちしてます。今週も動画を見ていいなと思った方はポチッといいねボタンと、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。